そしたらですね、ネフェシエル続きをやっていきたいなと思っております。あのですね、さっきちょこちょことやってたらですね、ここをですね、決定機を押すとですね、小さな村というかに出ました。ここは何のところかやってないのでまだ見てないんですけど、ちょっと見ていきたいなと思います。にゃにゃ、また旅の匂いがするにゃ、あげるあげる、現在の状態を教えた、あげる、やったにゃ、ペロペロペロ、ふにゅん、猫ダンスにゃ、あらかわいい、アールノベル猫猫もよし。これあれじゃないかい、制作者の方じゃないかい。いや、偉いにゃ、体を張ってるにゃ。にゃね。ねんねん。再びありがとうにゃ。ついでに言うと、赤い鼻の下はとてつもなく恐ろしいものがするぞ。赤い鼻の下。うん。もう一回いけんのかな、けずに。現在の状態、預け感じてみる。あ、はぁ、あ、はぁはぁ、140分46秒。戦闘開始。あら、まあ、こういうのが出てくるのね。記録係か。ふんふん。これ、こういうのがあるっていうと、例えば戦闘100回でおまけがもらえるとか、逃走0回だったらよかったとか、セーブ10回以下とかなんかあるんじゃないの。ちょっと失敗したかもな。ノーセーブクリアとか、ノー逃走クリアとか、そういうのがあるのかな。あ、それだけ。はい、ここは猫、あ、ここが猫猫の森か。はい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 、はい、宝箱の回収数を教えて。何だ、宝箱探すの楽しい。罠に引っかかるとカウントされないか注意。王の墓所、あ、はい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 、あと何個取れてるかか。あと1個はどっかにあるの。こういうのは見つけるのはちょっとしんどいな。しかしな、こういうのを見ると全部コンプリートしたくなる欲が出てきてしまいますね。地底回廊が、あと3つ、神殿があと10、結構あるな。10、20、16か。で、地下水道があと6つ、海岸洞窟があと15個、結構あるね。炭鉱0で、古城が、26。あ、やっぱ抜け道っていうのがあるのか。これネタバレですね。神殿墓所、冥界の門、漆黒の月に四国の迷宮56、その他。宝箱の罠発動回数0。赤い花、これ罠虫を手に入れた。これか、恐怖の代用。なんだろう。王の墓所のあと1個っていうのも気になるし、結構地下回路取ったよ。本当にあと3つもあんので、神殿も行ってないし、地下水道はあのクラゲのところが青のところで1回光ったから、鳴ったから、あそこの方に多分あるんだと思う。海岸洞窟はやってないし、ここはまだやれてないからいいよ。こういうところはね、あの男がやるともったいないよね。やっぱ女性がやってほしいだよね、ああいうのは。よし、じゃあ探索してみましょう。当たらなければどうということではない。よし、火炎玉2つ、これであれも人魚も耐えせるんじゃないかな。火炎玉持ってるし、上に、あ、上にも登れるのか。あ、まずいな。よいしょ、あ、逃げれた逃げれた、よかったよかった。
構これも広いマップだな。あれではね、確か魔法石かなんかをすくってて、餌にしているやつらがいるっていう、こいつらだよね多分、このドラゴンっぽいやつ。一回戦闘したけどなんだっけな。あ、これ段差になっていけないのね。はいはいはい。あ、なんで、これじゃあ私もう助からないですね。そこに隠し扉があります。強敵に注意してください。はい、わかった。まっすぐ来るな。1、2、3、4。あー、くくくそ。どんどんず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 ん進んでいこう。こっちなんかあるかな。何もない。広いねやっぱマップが。ちょっとやだな。お、アイテムアイテム。粘着玉、火炎玉2つがいいね。すごく。あれで人魚倒せるよね、多分。赤王が。魔法石のかけらって結構手に入るけど、何に使うんだろう。よしよし、いいもんがあった。お、書物です。持ち帰るまでがどっかセーブ。あそこ怪しいな。あ、違うのか。ん、違うのか。今方角的には右下を来たんだよな。そう、後ろからっていうのあんの。これはずるいでしょ。聖なるなんか、なんだっけ、あれだ、静寂じゃなくて、なんて言うんだっけ、静寂じゃなくて、名前がわからん。ちょっとやばいな、結構密になってきてる。よし、結構いけるんじゃないと甘い考えしてるけど。氷結玉2個、これあれだよね、なんだっけ、ウィスプとかに効くよって言ってたやつだよね、氷結玉って。個人的には火炎玉2つっていうのがでかいと思うんだ。これで人魚を倒せると思う。あるね。危ない。あ、もう道がだんだん分かんなくなってきたな。はい、ここ通ってる。左下に行けばいいんだよな、多分方角的には。左下、左下。よしよしよし。出た。よっしゃ、ナイス。で、なんだっけ、多分武器だよな、これ。弱くなる、光
系の魔法封入が、じゃあ闇属性に、なんか強いの持ってんだ。クレイモア。あれ、こんなん手に入れたっけ？ザンダ・リョウ、大型犬。いつの間に、まあいいや、セーブして、で、なんだっけ、本を手に入れたの、1個。なんだっけな、終わらせるもの、ここだ。ディーバの示した先は、瓦礫、瓦界の一角だった。また掘るの？そんなに深くは埋まっていない。銀髪の女性と一人の少年。あ、男の子と女の子か。二人は倒れた石柱を動かそうと必死になっていた。少年の手を差し込み、ぶら下がる。動かない。大丈夫だ、割ればいい。言うのは簡単だが面倒な作業だった。瓦界を粉ん瓦礫かな、瓦礫だったっけこれ、を粉砕し一つずつ取り除くのだ。日が暮れ、辺りが夕闇に染まる頃、二人はようやく今日の収穫物を手に入れた。それは薄汚れた一つの壺だった。二人はそうやってずっと長い間壺を探してきたんだ。うん、よっ、あ、来た来た、盗賊の七つ道具、盗賊の七つ道具、これか。装備してると、あ、いいですね、いいですね。忘れないでいいから、あ、これで全部罠とかも回避できるのね。はいはいはい。あ、また20冊で豪華なやつが出てきますね。竜になった少女という続きものの本がありますけど、全部で5冊。終わらせるものという続きものの本がありますけど、全部で結構あるね。ある女神の物語という続きものの本があるけど、全部で4冊。アイテムと本を交換してくれる店があるそうです。見つけたよ、さっき。伝説の装備品に関する書物はどこか地底深くの洞窟に眠ってるそうだ。どこ増えた、これ、違う、これ、違う、これだっけ。竜になった少女はあと3冊あるのね。あ、これか、1、2。あ、ここは終わらせるもので、これが女神さんで、これが竜か。で、その他が1、2、3、4つ。今10冊やって、1、2、3。そこは入れないんでしょ。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、あと14冊かな。結構あるな、本見つけるのって大変。食らったっけ、まさに。で、さっきのところで火炎玉を手に入れたんで、あそこの人魚のところやっつけに行きたいなと思います。多分倒せるんじゃないかな、2人で投げつけてたら。3つあるし、爆裂玉だっけと、の関係で多分2回か3回で倒せると思うんですよ。ので2回投げつけて最後殴ってれば多分いけると思うんですよ。さてと、装備品だけ一応。アクアマリンの守備の防御、これはここでいいや。盾が欲しいんだけど武器は持ちたいからしゃあない。これはこれで OK だね。じゃあ行きましょう。ウェパルが現れた。火炎玉を投げつけろ、火炎玉を投げつけろ、セーフ。あ、意外と弱いのでは。もしや、ちょっとセーブしたからさ、
ギリギリまでいけるかちょっとやらしてもらって、1回とあの打撃で倒せるか。ここじゃなかった、こっちだっけ、こっちだな。1回と打撃で倒せるかだけちょっとやらしてほしいな。主人公の方がこう、あ、装備アップ、あ、いや、とアイテムを変えんだので、いけるんじゃない。今200と300くらいだったでしょ。あ、いけたいけた、よし、これだったら OK でしょ。ファルはレベル8になって自己再生を覚えた。人魚の首飾りを取った。これか、毒麻痺睡眠を 50% 防ぐ。セーブさせてもらおう。なんかあったもん。うわー、危ねえ。ちょっとずらそう、念のためね。大丈夫だと思うけど、まあ嫌なとこにいるな。これ一回入ってもう一回出たら大丈夫じゃないか。あれ復活しないよね。ちょっとそこだけ気にしてるんだ。あ、よかったよかった。じゃあ開けましょう。おう、私はティララ。呼んだのあなた？そう、戻ってきたのね。さあ、今度は私に何を望むの？仲間になり力を貸してほしい。僕と結婚してください。さて、どれにしようかな。全部やりたいな。セーブしたよな。セーブしたから全部できるし、最後に僕と結婚してくださいにしよう。あんたね、人でも魔人でも物は頼むときは言い方ってものがあるでしょ。さあ、今度は私。あらま、ダメか。力を貸してほしい。まあいいわ、あなたが目指す場所は前と変わってないから。今度こそどうですか。はあ、今度こそってことは知り合い？記憶をなくす前の主人公と知り合い。ティララ、光。ああ、あの本ってもしかして、魔人と全部繋がってんのか。そういうこと。はい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 。光の女神、かつては強大な力を誇ったらしい。今ではそのようには見えないが、なお年齢だけは絶対に聞いてはならない。魔法戦もできるし、肉弾戦もできる。オールマイティーマジン。バラフィーはどっちつかずで決定打にかける。これ書かなくてよかったんじゃないかな。しかし、回復魔法を専門に使えるのでとっても、あ、まあ、いいね。長所、炎属性、地属性、光属性、魔法に強い、恐怖混乱に強い、転倒しない。弱点、闇属性魔法にとても弱い。毒と麻痺にとても弱い。以後、主人公特殊技能からティララを召喚することができます。ちょっとさ、あの最後の僕と結婚してくださいをやりたいので、ここは一回消しちゃって、そうだね、一回消しちゃって、おめで、もう一回開けるところからやりましょう。さてさて、最後に僕と結婚してくださいって。笑われだしたね。いやごめん、あーおかしい。あなたのことだからすぐには決めないでおくわ。私3万年くらいは飽きが来ない人がいいんだけど、そんなに言われてもな。3万ですか、死んじゃいますよ僕言うて。その格好できてる、できている。ちょっと考えさせてくれ、ちょっと考えさせて。なかなか正直な答えねで。まあいいわ、しばらくあなたについていくことにする。ここにいるのも暇だしねで。あ、結局仲間になるんだね。もう一個できてるまでやっていいですかね。多分仲間にする過程は一緒だと思うから、もう一回あの一番下にして、でできていますと強気でやってみたらどうなるかということをちょっと攻めていきたいなと思います。さてさて、僕と結婚してくださーい。めちゃめちゃ笑いしました。いやーごめん、あーおかしいって。あなたのことだからすぐには決めないでおくわって。私は3万年くらいは飽きが来ない人がいいんだけど、その覚悟はできている？ちょっと考えさせてくれ。できている、できてる。
ははそんな無理しなくていいのよって、まあいいわってしばらくあなたについていくことにする、ここにいるのも暇だしねって。なるほど、とりあえずおとなしく全部あれだね、あの仲間になるパターンかな、この感じだと。そしたらあと神殿に確か1個あるんだよね、あれをどうにかしたいな。ティアラ、あそうか、ちょっと一旦セーブしに戻りましょう。おおね、そうでした、セーブしに戻ります。セーブで一旦回復しに行きますと。2つあるね、休んで、ファルを1回戻して、あ違う、ファルを戻して、これちょっとさモンスターボールみたいに出た演出が出るんだよね。装備じゃなくて特殊技能、何持ってんの。岩の塊を放つメディア、火炎を敵にぶつけるバイラ、ヒットポイントを回復するマーフェ、うん、いいじゃん。装備は、ああ装備あれか、それぞれになるんだ。確か闇属性に弱いだったよな、聞いたら分かんだっけ。なーに、キラーの秘密な、なんでもない。あ、これだね。炎、地属性、光属性に強くて、闇に弱いけど、毒麻痺にとても弱い。ってことは、毒麻痺を抑えるやつがいいんだろう。これ、毒麻痺だわ。と、あとは、水、風は、地属性は確か強いって書いてあったから、トルマリン地属性を打つ、じゃあエメラルドかです、これどっちでもいいね。まあ好みかな。水、あでも水のとこにいたからしばらく水出ないかな。エメラルドにしよう。ジュエルドット、ダブルヘッドスニーク、これも強いね。飛ぶっていう、これなんだろうな、打つは打撃だよね、光は光属性の攻撃、両は両手剣とか両手口の武器、飛ぶってなんだ、使ってみよう。これこっちに入れるのかな、あーやっぱ入れないんだ。ちょっと入る前にセーブしていきます。またあのなんだっけ、ファルのところにあった変なすごい強いやつ出てくると嫌なので入ります。あ海だ、ほう海岸沿い、島、島、冬の島なのかな、雪のあるとこだな、ちょっと寂しいね。ティララの別荘に少しだけ春の訪れがっていう感じかな。これはあれかな、心理状態とかでもあるのかな、それぞれの。ってことだとファルはお庭で結構すやすやと楽しんでたけど、ティララだっけ、ティララだよね、ティララ、ティララですね。ティララはもしかしたらあれかもしんないね、音楽的にも少し寂しい季節を過ごしてたのかな。あらリト、お茶でも飲まない、たまにはこうしてゆっくりするのもいいよね、別荘だしね。他なんか言うかな、ここは二人だけの世界よ、なんて何赤くなってるのよって。
あ、見てください背景、海動くような形になってる。細かいね、こういうの見てると。これだって RPG 作るの2000だったよね、確か2000だったと思うんだけど。あー、とっても細かくやってるな。二人だけの世界と言いつつ椅子は4つある。若干気になるわな、そういうのは。これ絶対一番奥そうでしょう。あ、これ物かい。ある女神の物語に2か。少年は壺を抱き、一人逃げた。少年は女神に恋をしていた。追っ手が幾人も現れ少年を殺そうとした。しかしその度に少年はけなげに生き延びた。やがて数百万の軍勢が少年を包囲する。その時になってようやく愚かな者たちは自らが過ちを犯したことに気づいた。ん？愚かな者たち、少年はじゃなくて。群がる軍勢は閃光とともに蒸発し、女神の怒りが世界に満ちた。はあ、世界が始まった時以来の恐怖が辺りを覆った。海が山となり、山が海となり、大地は炎によって焼き清められた。なすすべもなく人は死んだ。少年が再び息を吹き返した時、恐ろしいほどの脆弱が辺りを包んでいた。人は滅んだのかと思うほどの大破壊。この時一応世界は終わったのだ。しかし恐れる女神も多少の手加減は心得ていた。瓦礫の中から這い出してきた人々が再び家を建て、家は町となった。そんな中、女神の祝福を得た少年は王となった。国は栄え、人々は平穏を得ることができた。若き王の前途は揚々としていた。確か、ちょっと待った、これもう一回最初のやつ見たいな。1って最初どうしてこうなったんだっけ。でこの女神っていうのは多分このティララの話でしょ。ティララとリトの関係性の話で来ると、俺ちょっと待った、変なのがあったぞ。女神の教え、女神に決して年は聞いていきません。はい、わかりました。女神の教え、せめてお姉さんと呼びなさい。はい。女神の教え、おばさんと呼んだらメトストライク。はい、わかりました。お姉さん、ティララ姉さん、ティー姉さん。セーブしたよな。セーブしたから大丈夫だよね。はぁ、あ。お、ここにいたの？ここ、すごく綺麗よね。だけど私はこの場所は嫌い。幾千万の明かりが溢れる。そう、ここは光の世界。でもね、ここは死の世界よ。いけない、あいつが来た。かつて人は私を崇めた。私は救いの女神だと。でもそれは違った。自分が救った者を自分の手で殺したとき、私はあいつの存在に気づいたの。ここに長居しない方がいいわ。戻る、戻らない。セーブしたしね。ちょっと見てみようか。怖さ。怖さ半分あるけど。多分一発二発ですぐ死んじゃうでしょうね。戻る、戻らない、戻らない。焼き尽くされるわよ。来た。光の女神キララが登場。これ大丈夫かな？大丈夫だよね。力。メディア。1のダメージ。ダメじゃん、こんなの。バイラ。マーフェ。攻撃。アウトー。一発で245食らったよ、だって。本取ってないよね、確か。
と本を取ってきましょう。アイテムとか装備とかやったっけ。あ、やってあるね。はい、あのボスどうやって倒すんだろう。倒せんのかな。多分でも倒せるようになるんだよね。よいしょ。ちょっとまた1番から読んで2番目を読みましょうか。あ、でも音楽きれい。よっと寄贈しちゃって、はいと、で読んでみましょう。どこだっけ。ある女神は4つだっけ。こっちか。1、それは古のこと、病に苦しむ者が大地を掘ったところ、不思議な壺を掘り当てたという。壺の中からは美しい女性が現れ、不思議な力を用いて人々を癒した。女性は女神として崇められるようになり、その名は世に広く知れ渡った。これがティララってことだよね。ハコアの神殿には各地から救いを求める者があふれ、誰もが救いを得ることができた。このハコアの神殿っていうのが多分神殿の場所だよな。しかし平穏な時代は長く続かなかった。女神の力を得ようとする神官たち、ああそう、神官だ、争いがあったね。神官たちの間に醜い争いが起こり、やがて戦争が始まった。女神は自らが分け隔てなく救った者たちが互いに殺し合うのを見た。そして自らの存在を疑った。ある日、一人の少年が神殿から女神の壺を盗み出す。多分この少年っていうのが主人公のことだよね。ん？主人公は何？記憶は失ってるけど、どんだけ生きてんだこの人。転生してるとかそういう形なのかな、とか世界線がいろんなところを行き来してるとか、そんな感じなのかな。争っていた神官たちは狼狽した。女神を失えば全ては失われる。全てが失われる。で、少年は壺を抱き一人逃げた。少年は女神に恋をしていた。実は、主人公くんと思われる少年が、ティララに、恋心を持っていたということ。追っ手が幾人も現れ、少年を殺そうとした。しかし、その度に少年はけなげに生きていた。やがて数百万の軍勢が少年を包囲する。その時にあって、ようやく愚かな者たちは自らが過ちを犯したことに気づいた。だから軍勢の変更とも挑発し始める。ってことは、ティララが、その少年を助けようとしていて、さっきのあれだよね、光の女神だったっけ、の光の女神だったよな、確か。のティララが、攻撃をザーンってやっちゃったと。そしたら、蒸発しちゃって、全部潰しちゃったよと。大地は炎によって焼き清められたからね。人は死んだけど、それよりもやっぱりある程度手加減してたんだよと。ということで、で、なんとか生き延びた人たちは、それぞれは頑張って復興して、で、女神に愛されていた少年かな、寵愛を受けてたのかちょっとわからんけど、の少年は王様としてそこのところに君臨したと。で、そうすることで、まあ、平穏にはなりましたよと。平穏になりました。2番で平穏になったで終わるわけじゃないよ。絶対なんかこの後悪いことするぞ。でもこれは少年出てきてないのに、龍になった少女は。これ多分春の話だよね。そうすると女神を祀ったものだった。しかも時系列あれか、女神さんの方は終わった後にこっちに来てんだ。少女は幼、あ、同じ世界線か、別か、違う女神かもしれないな。で、ほどほどながらに、この父の病状が非常に悪化した。で、その時に壺を見つけた。壺は、もうその時はもう魔人が壺に入ってますよというのは知れ渡ったけど、頑張って、それに、すがってしまった。で、そしたら魔人は、助けてくれたから、一つだけ助けてあげるよって言って、お父さん助けてと。けど、助けたのは自分を開けた人にしかできませんよと。で、それじゃなくて、その人に強靭な肉体、あ、でも、春ってでもあれじゃなかったっけ？
戦闘体弱々じゃなかったかな。それは少女が竜の力を得ることは少女は省略して竜の力は万能の少女に招くシミュレーションになる。で多分この後にそのファルを血を売りましょうっていうのをやるんだろうなというのが予想ね。ここのところで、ここ女神王様になった少年が女神とどうするかだね。でも王様はすごく繁栄をやったとかあれとの話が来るんであれば、ここの方のお話としては素晴らしい能力を発してみんなを治めきったってなるか、暴君になって、だから暴君になった理由が何かで書かれてるんじゃないかな。もう一個なんだっけ、終わらせるもの、これが連番だよね。でこれがディーバっていうのが誰かいるんだな、示した先のバルトリーの高みになってるんだけど、ここでも一人の少年と出てきてるか、これも多分主人公君で、このディーバっていうディーバっていう人と銀髪の女性かな、もう一人きついのかな、ディーバが銀髪の女性かな、まあ、ちょっとその銀髪の女性、まあいいや、銀髪の女性が我々に関係ない、これはちょっと関係性がわからないな。なんか世界を終わらせるものだよね、世界を終わらせようとしたのか、終わった後の復興しようとしてるのか、復興したけど終わらせてしまったのか。でも順番的にはここの女神さんが一発最初っぽいね。で瓦解したところ、瓦解したやつがこれかもしれない。あ違う、そしたら少年がダブルか、少年がダブルからそうじゃないから、これはまた別なのかな。終わらせちゃって復興してこっちに来てんのかな。一回物を終わらせた、で女神が出てきた、それから女神が破壊しちゃっていなくなったかなんかしちゃって、それから竜が出てきた。でも合うね、こっちこっちは合ってるけど、最初なのか最後なのかは分からないね。ここの終わらせるもの、だからこれがそれぞれの、まああーでも魔人のお話、ディーバっていうのが魔人の名前なのかな、それとも違う人の名前なのかな、イリアみたいな、あんな感じで、このユーノとかユーナとか、ユーナとユーノか、名前ね、どっちかどっちだったかもう忘れちゃったけど、そういうのもあんのかも、結構でも進んだんじゃないかな、なんだかんだ言いつつ、前回のパートでは外のマップの左側の方に半分に行けるようになったし、で今回のところではそこのところで取ったアイテムで頑張ったって、神殿だよなやっぱり、ここをなんとか攻略していって、あの壺もう一個見つけたいよね、取れるか取れないかがここのところ。壺って何かあるんだろう、あれ最初3人しか出てこなかったっけ、主人公除いて、ちょっと微妙に覚えてないな、でもやっぱ独特な名前のキャラクターがいるってことは、それぞれキャラクターいるもんだって、ここのイリアとか、イリアだっけとか、ごめんなさい、イリアじゃなかった、イリスですね。ん？私ヒデってずっと魚のヒデだと思ったんだけど、あれなんか違うし、みたいな、何？なんか有用な情報をくれるじゃないですか、イリスさん。大イカの刺身ってあんまり美味しくないんだけど、盲目に効くらしいですよ。大イカの、持ってたやつ、じゃあクラゲの刺身か。大イカ、イカって。スライムゼリーって毒に効くらしいです。盲目に効くらしい。他は？他なんか切って？下準備。コウモリの翼のスープ、スライムゼリー、クラゲの刺身、大イカの刺身、魚のヒレの燻製、ロイヤルゼリーのか。一つ忘れちゃいました。え、何？
気になる、逆に気になる。クラゲロイヤルゼリーでしょ、これも違うよね。2つ持ってるよ。7つ集めて何かあんのかな。気になるじゃん、気になるじゃん。コウモリの翼のスープ、スライムゼリー、クラゲの刺身、オオイカの刺身、魚のヒレの燻製、ロイヤルゼリー、麻痺が取れるクラゲの刺身。猫の大好きな草はあるんですけど、結構道ほど入ってたりするよ。さっきのあれか、またたびなんだっけ、またたびの。結構喋るねこの子。これまたたびまだ聞く。あ、ね、これが7大珍味ラストじゃん。これがラストだ。これ何に使うんだ、オナラムシ。他になんかあるかな。変わったとこないかな。おばあちゃん一緒だよね、確か言ってること。図書館も変わった。おじいさんどうなった。おじいちゃん、変わもんないけど。ケイトクリスタルが欲しいな。数字ないかな。今の時間42分10秒、421万出てこない。41万、何かあるかな。これさ、ここの人たち何人か死んでるよね。ああ、死やなんてこと。え、どなただっけ、死やって。でもきっと見てるんだよね、俺死やっていうのを。カレンが死にました。人は魔人とは違うんですね。死んだっていうのを聞いてるんだ。なんとかというアイテムを使うと普段追ってこい敵が逃げ出したし、いざという便利だけど、なんだったかな。あれじゃない、おなら虫じゃない、これだ。コボルトの宝、つけて言うと隠したの。持ってますよ。なんとすぐに見つけちゃいましたよ。現地に隠されて装備してたっけ。装備これ2つはいいでしょう、このままで。ヴィンセント一体どこへ行ってしまったの。あー、なんか結構きついね。これは効いたね。じゃあちょっとグダグダしちゃいましたけど、一旦こんなもんで終了しようかなと思います。次どうしようかな。やっぱ神殿を攻めるべきか、それとも炭鉱だっけ、廃鉱だっけ、炭鉱か廃鉱か、それかあっちの西手側の古城、あっちを攻めていくか。多分ね、これゲーム逃げゲーだから、
いろんなところで、なんだろうね、先へどんどん進んでいって、アイテムを取っていった方が、後々楽になるんじゃないかなと。ハイリスク、ハイリターンでやるべきじゃないかなと思ってます。ので、もしかしたら古城とかの方を攻めるかなという感じですね。あ、そうだ。複数の魔人出れるのかな。ここだと出せるのか。あ、どうもこんにちは、ティラルですって。アイファルです、よろしくなのみたいな感じでやってるのかな。はあ、出せた。へえ、こんなこともできるんだね。じゃあここで出しちゃって先進んじゃえばいいんじゃん。おう、やっぱダメか。一回ファル戻ってもらって、じゃあこれでいいかな。そしたら、これでセーブして、ちゃんとセーブしたね。よし、これで、一旦終了しようと思います。長々とご視聴ありがとうございました。また次の機会にですね、配信したらですね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、